はい、どうも、今回は先日開催されたスプラトゥーン3前夜祭で、使うことのできた各種武器の、使用感と解説の動画になります。それぞれの武器の評価についてはあくまで個人的な感想ですので、これが絶対に強いとかこれが絶対に弱いとかということではないので、あくまで参考程度に聞いていただけると助かります。それではどうぞ。ブロムデラーなんとか、これ射程短そう。結構近寄らないと当たんなくない？逃げるじゃん。意識ではないな。いっぱい来ようか。これは52ガロン。ボン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 って冷凍遅いけど、一発がちょっと重めなのかな。52、あ、52ダメージ出るから52ガロンなの。安いかも。シュート。ちょっと冷凍遅め。一発 36.7 ダメージ。こと ?42 か。42ダメージ。射程は？あ、割と。他の武器と比べて割と長め。ここまで大きく変わるわけではないけど、気持ち中距離いけるかなくらい。バーブラスター。これは？ボン。射程はどんくらい？どうかんやね。結構近距離じゃない？これ、ショットガン的な運用かな？一発でかいから、こうやってバーンみたいな。
ショットガンバーで、ショットガンやね。エヴァ8や。エヴァ8、エヴァ8、エヴァ8。めっちゃ犬ファイト武器だ。インク消費が、どうなった？んじゃん。他のインファイト武器とそこまで大きくは楽ないけど、どっちかって、あ、でも結構近いな。雑に戦えるね、これ。振りかぶり遅っ。これ歩くスピードも遅くない？これメリット何？塗り範囲が広いのかな？痛い？結構。火力は高いのか、さっきのよりは。けど重いなぁ。パブロ。腕みたいな。こんな感じ？結構塗りやすいよ、これ。こうやってビーって、これはめちゃくちゃインファイトだけど、これでもさ、結構扇状にクラン距離からでも当たる。フラローラーと同じくらいの感覚で戦えるかな。一応ダメージが通る。弱
ください。さっきの重たいバージョンかな。結構遠くよ。結構遠くまで行くな。んくらいから行ける。結構遠くまで、思ったより。で、塗り面積もさっきのより幅が広いね。で、ここも突っ込んだ時のダメージは？さっき20でこっち25か。ちょっと、マシだけど、あんま当てになるやつじゃないね。ファイトはあんま強くなさそうだけど、どうなんだろう。チャージャー、これスナイパーじゃない？チャージして撃つって感じか。チャージマックスになると最大ダメージ。チャージせずに打ったら40ダメージか。これさ、でもインファイは、あれだよね、クロスヘアないから。インファイは難しいね。クロスヘアないから狙いつけづらい。慣れればやれんことはないけど。面白いかもしんない。しっかりエイムできるなら。スナイパー楽しいかも。このレーザーサイト的なやつって敵にも見えんのかな。見えないんだったら強いな。フェンスあんの？どうだろう。速着かな？ほぼ。フェンサーある？え？届いてない？届いてない？これもしかして届かない？フェンサーあるね。フェンサーっていうか弾落ちする。結構こんな遠くまで届かん。こんくらいか、まっすぐ遠くの。そこまで長距離から撃てるもんでもなさそうね。プラスコープ、おお、これこそスナイパーか。スコープがついてるだけで、さっきとフェンサー、
同じぽいな。運用は変わらず、でもスコープがついてるから、ちょっと狙いつけやすい。でもインファイ、戦いづらそう。あと、どっち道か。近距離もできるだけ溜めておった方がいいなぁ。2発でもいいけど。溜めるとクロスヘアが出るから。結構好きかも、この武器。リッター 4K。 ん？これもチャージ系？あ、ダメージが大きい。射程を。結構遠目まで行けんじゃない？これここは無理か。うん、若干遠目行けねえ。チャージャーと基本一緒、ダメージ高め、射程長め。これはそのスコープ版やね。チャージ長いかな、マックスまでの。うん、割と好きな武器ではあるな。と、次。これか。バケットスロッシャー。バケツ？おぉ、一発70ダメージ。結構。結構遠くまで行く。結構射程長。これってさ、塗り絵も広い。雑だけど。雑に広い。雑に強い。普通に強くない？雑に強くね？
1000。このバケツか。さっきのより連射が効くけど、射程が若干短い。射程短くなって、威力も一発がちょっとだけ弱い。だけど、DPS こっちの方が高そうかな。どっちが強いかわかんないけど。塗りは？なるほど。バレルスピナー、ガトリング？これ。ほうほうほう。チャージしてから撃つガトリング？チャージ度合いに応じてって感じか。すぐ撃てないからどうなんだろう。でもまあ一瞬ちょっと狙ってる間に溜めれば、そこそこ撃てる。いやー、即撃てないのちょっとどうかな、でも。そもそもフリック遅いから、むしろいいのかもしれない。補正領域が広めかな、もしかして。次第で強そう。ハイドラントなんか重そう。だよね。射程もそこそこあって、補正も範囲が広くて、当たり判定がでかい。普通に強武器なのでは。雑に塗り範囲も。
うん。買いやすい。クワッドホッパー、ブラック。ん？これも、さっきと同じ系統か。違いは？拡散率？キョロスヘアの範囲が広いから、当てやすいのかな？どうなんだろう？逆に弾散って、当たるはずが当たらんってことない。塗りが強いのか？どうだ？あんま変わんない気がする。好みかな。当てやすくはあるけど、パラシェルター、傘、これショットガンでしょ。量の子。え？意外と遠くから当たる？当たるっちゃ当たる。え？これ。こういう、え、こうやってさ、どんくらい防御できんの？おおおお、傘なくなった。飛んでったよ。あ、時間出すと飛んでくんだ。え？痛い痛い痛い。これ、そもそも、塗りながら進んでってくれたりはするんだね。キャンピングシェルター、クロスはでかい。あ、結構遠くまで。ちょっと距離長めのショットガンって感じ。
おお、なんで後ろ？後ろに飛んでったけど。そういう。なんだったんだ。チャージ系。この子照準補正ついてない？オートエイム？しっかり食べないと弱いな。雑に塗れるっちゃ塗る。せるかな、これ癖強そう。最後はドライブワイパー、ペシ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 、結構と長距離いける。こんくらいから当たるけど、これチャージショットみたいな。ノルマはどんな感じ？塗りやすくはない。なるほどね。